ビレジャーは、フォードと日産が共同開発、マーキュリーブランドで販売していた自動車である。開発当初は、マツダと共同開発をする予定であったが、マツダは静粛性や快適性、ハンドリングに優れる FR 方式にこだわったため、日産と共同開発をすることになった。このジョイントベンチャーは、1987年に日産 CR として日産が、 人材、報道社が、開発資金を提供する形で進み、開発は、日産リサーチデベロップメント、搭載される V 型6気筒 OHCVG、30E エンジンの生産は、米国日産自動車製造、NMMC が、テネシー州、スマーナ工場で行い最終組み立ては、報道社のオハイオ州、アボンレイク工場がそれぞれ担当した。日産では、日産クエストとして販売され、 フォード社では、マーキュリーブランドを使用し、マーキュリービレジャーとして販売された。クエストが、グックス、ジートにグレードだったのに対し、ビレジャーは、GS、LS グレードのほか、ノーティカスペシャルエディションという高級グレードが、設定されていた。ノーティカには2トーンペイント、黄色のピンストライプ、および専用のシートなどが装備され、メーターは専用のデジタル式となっていた。 平行輸入業者により平行輸入の形で少数が輸入されている。1996年マイナーチェンジ。プラットフォームを先代の流用としながらも、スライドドアを左右に装備し、エンジンも V 型6気筒 OHCVG33E 型となった。1999年式はすべて V11 型。2000年以降はグレードにより、ベース V11 型。 スポーツ、V12 型、エステート、V14 型となっている。発売以来、毎年フロントグリル等の小変更が施されている。クエストとビレジャーの生産は2002年には終了し、ビレジャーは、モンテレーにモデルチェンジしたため、ミニバンでのフォード社とのジョイントも終了した。ビレジャーは、英語で、村人の意味、ありがとうございます。